この世界を認識してるのは全部脳で、全部メンタルやんと。で、そこで悩みだったりいろいろあるみたいな、そこの動きをちゃんとコントロールして止めに行くこと。それが悟りにつながるから。っていうのだったりって しますね。そういうのがメインのヨガ自体の定義なんで。要はだから悟りを目指す。悟るみたいなことをね、目指す。ヨガって前から知ってるようで知らない感じなんですが、突き詰めると何を目指すやつなんでしょうか。ちょうどいい質問じゃないですか、なんか。うん。一体ヨガを突き詰めたら何になるの？何になるかっていうあれですけど、もともと5000年多分インド発祥なんですよね、ヨガって。で、5000年ぐらい前って話して。はいはいはい、で、その時のヨガ自体の定義っていうのは、それこそ宇宙霊と、自分の霊精神、魂、との結合とか融合。はい、みたいなところか、あるいは、もうちょい進んだヨガの後の定義で言うと、全部メンタルやんと。この世界を認識してるのは全部脳で、全部メンタルやんと。で、そこで悩みだったりいろいろある、みたいな雑念もね、ある。そこの動きをちゃんとコントロールして止めに行くこと。それが悟りにつながるから。っていうのだったりってしますね。そういうのがメインのヨガ自体の定義なんで、本来はそこを目指すんですけど。要はだから悟りを目指す。悟るみたいなことをね、目指す。魂と宇宙の融合。そう。絶対積極みたいなところ。ができるような体作りみたいなのがどんどんこう降りていって、そう。ピラティスと同等に今、なっていると。そう。それが、抽象度が降りてきて。降りてきて降りてきて。フィットネス。フィットネスになっていると。フィットネス。体動かそうよ。運動しようよ。みたいになってますけど。それはもうただの現代のヨガみたいなあれであって。本来のヨガではないですね。悟るための体作り。そう。が本来の。そう。ってことはだから昔のそういういわゆるカースト制度的なので言ったらさ、あんまわからんけど、バラモンみたいな人とかじゃないと、ヨガ。一応、そうそう。探求できたりしなかったみたいな。そう、それぐらい、もうほんま、インド発祥なんで、まあ、ヒンドゥー教とも結構結びつきがでかくて。だから、ほんまは、女子とかじゃできひんような、あれだったんですよ、ヨガの修行当時のね。ほんま、階級も上じゃないとできひん。なるほど。やって。で、それで途中から、ほんま、現代ぐらいに近づいてきて、インド人の一部の人が、そのヨガを世界に広めた方がええやんって。ヨガって結構哲学なんで、ただの。哲学って何かっていうと、要は宗教じゃないと。神別に関係ない。だから、学問。ヨガ哲学だから、世界中のどの人にも紹介できる、当てはまる、全員ウェルカムっていうので、一部の人がアメリカに紹介したりして、それこそパラマハンサヨガなんだとかね、やるヨギの実践の人が、とかは有名やけど、アメリカに一番広めたっていう。あ、そうなんや。からのフィットネスにどんどん来て。フィットネスにアメリカがしてくれたおかげで、ヨガっていう言葉自体は広まったけどねっていう。なるほど、なるほど。ここから俺はね、もっと男らしいヨガに持っていこうかなっていうのを考えてます。なるほど。絶対積極ヨガをね。あ、はいはいはい。まあじゃあ、要はまあ悟るためですよ。そうです。その体作りみたいなのが、みんなが知ってるヨガですよ。そうです。その一部が体作りのところです。ヨガ哲学について、例えばじゃあもっと学びたいですよ、と。なったらどうしたらいいんですか？あるいは別にその、体作りの方でもいいんやけど、初心者でこうおすすめの本とかありませんかみたいな。ああ。とかどうやって学んでいいですか？ネットで調べるとか、YouTube この人いいよとか。そこまでヨガ完全にゲシュタルトできているわけじゃないんやけど、ヨガ哲学系で言ったら、そのこそハミラジでも紹介したことあるかもしれないですけど、スワミ・サッチダーナンダのインテグラルヨガ。はいはいはい。あれは結構鉄板本ですね。はいはいはい。僕もね、全くそのフィットネスヨガを何も知らんときに、インテグラルヨガ読みましたけれども、めちゃめちゃむずてようわからんかったですね。わからんかったですね。はい。8年ぐらい前か。読みましたけどね。でもなんかすごいええこと言うてる、そうやな。あんまわからんけど。あれはむずいですけど、あれはまあヨガ哲学としては鉄板本みたいな。なんでかっていうと、はいはい、まあヨガの父みたいな、そのヨガの元を作ったみたいな人が、ヨガスートラっていうまあ近代ヨガ界の古典ヨガを作った、パタンジャリっていう人がおるのね。その人がヨガスートラっていうそのヨガの全てをある程度整えて作ったんやけど、それがまあむずいよね。まあ宗教でいうところの聖書みたいなやつよ。バイブル。の、バイブルみたいなやつのヨガバージョン作った人がいて、それがむずすぎるんやけど。それが、パタンジャリっていう人が作ったヨガスートラ。そう。それ
を読んだらいいんやけど、うん、それ読んでも我々わからん。サンスクリット語で書いてるし。サンスクリット書いてるし、普通にちょっと多いし、むずいくてわからんけど、うん、その、さっきのインテグラルヨーガっていう本を読んだら、それをちゃんと噛み砕いてくれてますっていう本がそれ。スワミサッチダーなんだっていう人が、そうそう。パタンジャリヨーガスートラを噛み砕いてくれてるよと。ね、ヨガって全部サンスクリット語やから元が。ややこしい、ね。そう、全部、うん、わー言われて、はいはい、全部、聞き慣れない言葉ばっかやから。うん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 。すごいハードル高いけど。まずはね、ホットヨガからやったらいいんじゃないでしょうか。うわ、バカにした今。ホットヨガバカにした。してない。やったことないからまだ。やったことあるし。岩盤浴みたいな温度のところで、敷物敷いてやって。悟った。悟った。びしょびしょになった。びしょびしょに悟った。脳も心もびしょびしょになった。なんで脳も心濡れてるね。